はい、こんにちは。車買取専門店ジェバー貸し店でございます。今日はねプレマシーですね。まあちょっともうねもう一見パッと見てわかるようにすごいんですね、このハゲ具合よー。ここまでハゲましたね。っていうかもうね、普通ボンネットとまあルーフもすごいんだけど、ね、もうバンパーがすごいんだよね。バンパーも剥げるってのはなかなかですよね。あんま聞いたことないんですけどね。まああるのかな、僕は初めてだけどね、あそこまで広く剥げてるのはね。でルーフもこんな感じですごいでしょ。後ろの方はそうでもないのかな。すごいよね。もうこんな剥げてるのちょっと僕もちょっと初めてなんでね、いやすげえなと思いながらね。まあそんな感じです。まあね、車外のアルミホイル入ってね、ほいでディスチャージ、ちょっとこれ社外品かどうかわからないですけど、ディスチャージとあとフォグランプもなんか HID かなんかに変わってるみたいなんですけどね。あとオートスライドドア、両側オートスライドドアついてるんですよ。だから装備はいいんだけどね、色もね悪い色じゃないんですけどね、いう感じのお車です。ちょっとこれ外れかかっちゃった。まあそんな車がありましたっていうね、まあ備忘録ですね。もったいないよね、こんな立派なね装備があるのに。よいしょ。距離がね、146,406キロ、5キロか。ナビゲーション付きです。これ地デジです。あれ、これは。これで、バックカメラついてね。はい。こんな感じでね。多分これも、うん、連動できるみたいですね。ね。もったいないですね。あ、もったいないけどもしゃあないね。もうね。さすがにね、さすがに無理っしょ、買う人なんていないでしょうからね。まあ一回オークション出してね、そばよりも売れなかったらまあ解体に持ってこうかなって感じです。そしたらね、この動画がね、こんな色ハゲしてる車もあるんだ世の中にはっていうのをね、まあ見て感動した方おられましたらいいねボタンお願いします。またね、ついでにチャンネル登録もねしていただけるとありがたいです。車買い取り専門店ジェバー貸し店でした。このようにね、お車でも買い取りします。ちゃんとお値段もつけますし、お客様もねご納得いただけるような形でお話しさせていただきたいと思います。どうぞ、査定の方ねお気軽に、お申し付けください。よろしくお願いします。それでは、失礼いたします。